突然ですが朗報です。 PS2042 はクロスプラットフォーム対応予定。はい、なんで突然そんな情報が出てきたかと申しますと、公式サイトでバトルフィールド説明会、お客様からお寄せいただいた質問にお答えしますというお知らせが公開されました。多くはすでに出てる情報の補足説明なのですが、一部新情報も含まれますので記事に沿って紹介していこうと思います。まずはスペシャリストについて。スペシャリストの特技と特性はキャラ固有のもので変更することはできません。これはエイペックスレジェンズでいうところの戦術アビリティとパッシブアビリティと同じと考えればわかりやすいかと。さてここで、軍医の特性を持つファルックの紹介から軍隊蘇生についての情報が出てきました。 BF2042 でも BF5 のような軍隊蘇生があり、軍隊員なら蘇生できるものの時間がかかり体力も少ない。そこを軍医なら、早く蘇生し完全回復します。また、軍隊員は4人構成だそうです。では次に、ロードアウトのカスタマイズについて。以前の動画でも考察していましたが、武器が兵価で制限されないことが明言されました。興味深いのは、装備がジェットも兵価に制限されないようです。誰でも医療箱や補給箱、ロケットランチャーなどが持てますが、一つしか持てないのでバランスは大切よ、だそうです。そしてスペシャリスト最後の質問、レンジャーは特性と特技のどちらですか？レンジャーって何？と思ったらトレーラーに映ってた犬型ロボットのことみたい。コールインシステムで利用可能とありますが、コールインシステムって何？と思ったら、攻術する乗り物の項目にも出てきました。どうやら、乗り物の増援などの選択肢の一つとして犬ロボットがいるらしい。BF4 の EOD ボットみたいに操作できるの？と思ったら、どうやら自動っぽいかな。場所を偵察に行かせたり、戻らせたり、自分に追従するなどの命令はできるほか、最悪自爆もできるとか。あと、C5 爆発物をつけて敵地に送り込むことが可能。で、C4 バギーの次は C5 剣になるんですね。さてそれでは、マップについていきましょう。このくだり、文章がわかりづらいのですが、攻略はゲームモードのコンクエストのことだと思います。新しく増えたセクターの仕組みについては以前に情報が出ていましたが、それにより戦術の変更点が興味深いです。今までは旗を取ったら次の旗へ移動しますが、セクター内を全制圧するには、取った旗を守って迎撃する人員も重要になってきます。ああ、なるほど、回遊魚対策ですね。私、コンクエスト苦手な理由が拠点間の移動だり、だったのでこれは良いかもしれません。ね。また、コンクエストとブレイクスルーでは同じマップでも使われる区画が違うとか。それなら、最大で浜田の4倍と聞いても大丈夫な気がしてきた、わら。お次に、旧型機64人戦についてですが。人数制限とプレイ可能エリアの調整があるものの、それ以外のゲームプレイは制限なく遊べるようです。なお、高層ビルは各階で戦えるかですが、エレベーターやジップラインのあるロビーか屋上のみ。また、空域が広がりドッグファイトがしやすくなったとか。では次に乗り物について。従来通り出撃画面で乗り物を選択する他に、乗り物コールインシステムというもので必要な時に必要な場所へ呼び出せます。これはタブレットのインターフェースからアクセスでき、全プレイヤーが使用できます。マップやモードに依存して各チームに割り当てられたコストの中から使用。乗り物を呼び出すとクールダウンが発生し、占有を防ぎます。ふむ、タブレットのインターフェースって現実世界のタブレットなのかな？ BF4 の司令官モードみたいな？ではでは次に、AI 兵士について。まず、AI 兵士の使用ですが、スペシャリストにはなれず、特性や特技も持っていませんということは、スペシャリストの姿ではないってことかしら？モンタージュをやるものとしては、倒した敵が対人か AI 兵士かではクリップの価値が変わるので、区別つくならいいなと。では逆に、AI 兵士の使用を拒否できるかと言ったら完全に拒否することはできないらしい。ただし、マッチメイキングでは常にプレイヤーが AI よりも優先され、AI のせいで人が入れないとかはないみたい。なお、ソロモード、かっこ自分以外全部 AI は、ソロでもオンライン環境が必要となります。質問最後はテクニカルプレイテストについて。これはベータテストの前に、限られた人だけが参加できるテストなので、一般人には関係ないですが、そこで重要なテストが行われます。
それは、クロスプレイのテスト。想定されているのは、いかに種類のクロス。一つは、PC と Xbox シリーズ XS と、プレステ5。もう一つは、Xbox One と、プレステ4。なお、パソコン及び現世代機は一緒に遊ぶことを拒否することも可能です。これにより、万が一チーターが蔓延した場合は家庭用ゲーム機は PC を切り離すこともできて安心。ただ、Apex のようなパッド優先サーバーなどはないようなので、クロスするならパッドでキーマウと戦うのは少し覚悟がいるかもしれませんが。また、クロスコマースという仕組みも、他のプラットフォームでも進捗状況や購入した商品が引き継がれるので、移行や並行プレイもはかどります。さて、BF 説明会最後の締めは開発からのお便りコーナーです。わら。ペンギンのモデリング担当者さんへのインタビュー記事で、どのようにして入社したかの経緯なんかが載ってます。これ、日本だとピンとこないんですけど、海外では PV でちょっと映っただけの南極のペンギンが大人気でバズってたんですよ。なので、海外的には熱い記事。個人的には、その方がクリエイター目指した最初が、リトルビッグプラネット2だったのが興味深いです。私が初めて YouTube に投稿したのが LBP 一作目だったので。ではでは、今回の BF 説明会紹介はこれで終わりです。なお、今後の新情報は、7月22日に EA プレイライブで続報が出るようですよ。